活動についてお伺いしてもいいですか。はい、教えをすごい何本かされてると思うんですけど、はい、どんなスケジュールなんですか。結構毎日のように教えていらっしゃるんですか。はい、毎日教えてますね。週5以上ってこと。はい、わあ。大阪に週2というか、はい、1日目が3本、2日目に2コマ教えて一泊してる。お休みになってくれればそれが休みになるけど、それ以外はまあ基本休みなしで、今はありがたいことに。へ、私はまだ完全に教えに対してこうレギュラー化をしてないというかね、ワークショップとかはたまにやったりとかしてるんですけれども、どういうふうなことが魅力的で、どういうことを大切にして続けてらっしゃるのか、その辺を聞いてもいいですか。だってやっぱりこう続けている子が上手くなっていくってすごいよ。なんか尊敬の楽しみだけかな。このコロナになって実際に1年足らずめちゃめちゃ伸びるって子が何人かいて、なんでなんだろう。あのやっぱり本人のやっぱり地頭もいいんじゃないかなと思うんだけど、こう、聞く能力、聞く能力っていうのがすごく左右されるんだよね。なるほど。言っているんだけど、それを言われたことをそのままできるって人って多分ね、あんまりいないんだと思う。聞く力か。そうそうそう、今後こうなんだよ、ふんふんってやってるつもりでできない人の方が大体多くて、それがふんふんって聞いてそのままできるっていう人が何人かだからたまたまいて、ブワンって伸びる。もう本当に素直な子ってことなのかな、もう言われたことに、そう、それもそう、ただやっぱりこう人がこうふんって聞いてるのと同じように聞いてるんだけど、聞き方がいいだとか、納得の仕方とか、言われたことをそのまま体でできる。例えば私なんか見たものを見たまま書けない、聞いたものを聞いたまま歌えないから、それが踊りが上手でない人ってそうでしょ。見たものを見たまま踊れないっていうのがなかなか上手にならない。それを見たものを見たまま踊れるっていうのは、それはもうやっぱり、ね、特殊なちょっとした能力なのかもしれない。最初から上手になりやすい人、みんなが持ってるわけじゃん、ほとんどの人が多分持ってないんだと思う。上手くなりたいと思ってこう毎週ねレッスン通ってる子に対してのアドバイスとしては、まずは素直にその先生の言うことを受け入れてしっかり聞いてやってみるっていうところなのかな。でもみんなやってるんだと思うんだよね聞いている自分だとか、やっている自分をたまに疑ってみる。本当に私とかって、それぐらいしないといけない時もあるのかな。でやっぱりこう踊るのが楽しいじゃない。例えば踊った動画を見てても、自分だけ見てると他の人との違いが気がつかないまま終わってしまうかもしれないけど、別の人を見てみるだとか、で通ってる先生ってやっぱりこう同じことを言うことが多いから、ふんふんって聞いてしまうけど、それもう一回よく聞いてみるとか、先生としては何遍言わすんだって思う。それやっぱりこう聞いてるんだけど聞けてないことの方が大体みんな伸び悩むって、そういうことかも。大事なんですって、これが。先生も何回も言ってるのになって思いながらも、繰り返し繰り返し伝えていってるってことですね。それしかない。ある日突然できるからね、それがまた。あれが本当に面白いよ例えば子供も教えてるけど、はい、まあ、小学校3年生以上だからちょっと大きいんだけど、まあ、みんな最初はヒップホップから入るから、まあバーもこういう、だからなんでこんなことしなきゃいけないんだってみんな顔しているのが、だん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 こう姿勢が良くなっていく。いつになったらと思うんだけど、ある日突然できるんだ。だから新しい子が入ってきてこう見比べると違う。やっぱりちっちゃい時からなんかヒップホップとかはやってますっていう子多いんですか今。私が教えてる子たちはそのヒップホップからジャズにちょっと興味を持ってっていう人たちばかりだから、はいはいはい、だから恵まれてるのよ。踊り慣れてるし振りも覚え早いし、すごいな。ぶっちゃけ上手です。ちょうど昨日しばらく受けてたんだけど来なくなって、またもう一回やりたいって来てくれた子がいて、ジャズはやっぱりバーとかつまんないけどねって言ったら、つまんなくないって言った。かっこいいね、つまんなくないなと思った。そう、なんかね、結構地道な作業というかね、結構ジャズとかクラシックバレエもそうだと思うんですけど、いやもう本当スーパー地道、ずっとやるってね、どっかで自分にこう飽きてきてしまったりするんですよね。私も
なんか一回ブワーってバレエを休みして、やっぱそのストリート系のかっこいいこう華やかな振りとかにバーってこうハマって、でも結局今週1、2だけレッスン行ってるんですけど、やっぱバレエクラス行きますもんね。ああそうなんだ、なんか整う感じがする、うん、みんな言うね、整うってね結局なんか、あこれもやっぱ地道にやらないとつながってるんだな、ダンスにっていうのが、うん、結局ね、戻ってくるので、うん、基本の基本、思います、うんうん、ストリートであっても先生って、でもその踊りの振り付けのクラスもあれば、なんかそういうバー、うん、こう基礎的なバーを使ったりとか、そういうクラスも結構あるんですか？私、どのクラスでもバーはやるんだけど、はい、バーとクロスフラーっていうクラスやっていて、それついに学校でも始めたんだけど、はい、バーレッスンとクロスフラーって本当にシネとかピレットとか、うん、ジャンプとかをやるクラス、そのクラスがやっぱり聞いてないんだとか、見てないんだっていうことが 目立ってくる。やっぱ振りがない分、うん、同じことを繰り返していくでしょ、はい、だから言われたことをちゃんとしないとテクニックもってできてこなくなるから、うん、すごく分かりやすくて、そういうの基礎だけをやろうっていうのはどこかでやっぱやらなきゃって感じたんですか？最初はほらコロナで、はい、今まで1時間半とか1時間45分のレッスンだったのが短縮になっちゃうの。だいたい10分短縮して、レッスン時間が短くなってる、そうそうそう、除菌の時間とかになってるから、そうするとクロスフラーっていうのができなくなってるから、はい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 、みんながそれができなくなっちゃうので、それだけのクラスをやってみようかっていう話で、割とジャズのクラス人気があってたくさんあるんだけど、みんなクロスフラーができないから、そういうことで、私やっぱダンスの専門学校でいっぱいクロスフロアやったなっていう印象があったので、あれはやっぱ卒業した途端にそのクラスだけをやってくれてる先生とか、重点を置いてくれてる先生を見つけるのが結構大変っていうか、多分ないと思う、なかなかいらっしゃらないんですよね、うん、専門学校の時はもう本当に3回転から5回転ぐらいクロスフロアって回る方とかいらっしゃって、うん、クロスフロアいっぱいやったんですけど、みんな全然できないよみんな全然できないんだけどなんかやったな、繰り返し繰り返しっていうのがね、うん、実はね、そういうクラスが本当はためになるんだなっていうのは、うん、ね、みんな卒業してからこれもみんな気づいちゃうと思うんですけど、本当にそうですね、大切なんですよね、うん、こういうことはちゃんと伝えようとか、教える時のポイントというか、なんかそういうものあったりしますか？私は本当にバーとかをやるから、はい、あれっても決まったものじゃない、体やっぱ整えていって、はい、のものだから、振りになったら自分がどう踊りたいかを必ず考えるように、逆にみんなと同じじゃなくて、あなたはどう踊りたいんですかっていう風に聞くように、そういう風に考えて踊るようには言ってます。あ、じゃあ曲の解釈をこういうふうに、歌詞がこういうふうに言ってるからこう踊りなさいとかでもなく、どう感じるかは結構みんなに、もちろん全然、うん、だって多分アーティストさんもそういうふうに作ってらっしゃるだろうし、失恋の歌だけどもどう思うかはもう勝手だから、うん、それを自分で考えなさいっていうことにしてます。うん、なんかよくね、作品作るアーティストさんとかでも、もう受け取る人の感性に任せるとか言いますけども、うん、ダンスを教える時もそれは一緒で、どう踊るかどう表現するかはもう踊る子踊る子によって個々によって、そうなんですね、うんうんうん、任せてくれてるんだ、うん、笑おうと泣こうと、それはもう個人の勝手だから、ただ意思を持つように、あの人の真似じゃなくて、言われたまま、言われたまま踊るのも難しいんだけど、ここはこうしたいとか、この手の表情は自分で考えなさいっていう時間も必ずあるし、うん、面白い結構表現好きなタイプなので、そうよね、得意だと思いますよ人によっては心が無駄なこの時間っていう人って結構いる。考えることをあんまり考えてない、この感情の振り幅が割と狭めになっちゃう人とか、ぼーっと聞いちゃってるとか、よくあると思う。それも個人差で、こう物にことに対して、例えばこの曲を聴いて無になってしまうのではなくて、ああ綺麗とか何かを感じているかどうか、うん、それが大事だから、振り幅を振りつけてほしい。スキルとか綺麗さを意識しすぎてなくても、感情の方がバーってちゃんとリンクして乗っかってる子とかがいたら全然 OK ってことですよね。多分学生たちはみんな知ってると思うんだバレエから来た子が私のクラスは強いと思ってたらすごい裏切られたって人が多分いっぱいいると思うちなみにどうでしたか、私のそのたまにしか来ないけど、だからあなたが踊れるからちゃんとおいでって怒ったんだよだみんなの前で
だね、上手だったんだもん。踊れるのに。私はあの時は結構クランプとかにハマってましたね。なるほどね。もったいないんだよあの時の私。ちゃんとして。そう思ってくれてた先生がいっぱいいたんだ。いっぱいいたと思うよ。改めて思いました。お前が時間さえ守れたらこの仕事手伝ってほしかったんだっていう。ああ、そうなんかね、いたっていうのはちらちら。でもあいつに仕事を振ったら遅刻するやろ。そうなんだよ。そう。もったいないね。だからそれが信頼度。信頼度は大切なんですよ、うん、そういうとこもちゃんとしてください、うん、みんな。ダンスを教えるっていうことって結構なんかね、私は緊張しちゃうというか。緊張しますよ。教えるっていうことに対してものすごい責任をやっぱ感じるというか、はい、なので、まあ、今の私なら教えても大丈夫とは思うんですよ。やっぱ当時 その遅刻をたくさんして、ダンサーとしての以前にどうなんだ人としてっていう時は、なんかやっぱりそういう人間が人にダンスを教えてお金もらっちゃダメなんだって思ってたんですよ。なんか自分がその人としての自信があんまりなかったんですよ。ダンスは大好きだけれども、やっぱりこう人に何かを教える先生っていう肩書きが堅苦しいと思うんですよね。先生っていうものになれる人間じゃないと思ってたので、それで結構遠慮してたんですよ、先生になることに対して。その子供産んでからね、専門学校も、うん、2年間ぐらい講師をやりましたけど、うん、来てよって言われるようにこうなってから、こう教えもね徐々にし始めましたけど、こう誘われたら行くんですけど、やっぱ自分からなんかこう誰かに教えるっていうものに対してものすごい責任を感じてしまう。私が教えていいんかなみたいなところで、こういつも二の足を踏んでしまうというか。そこまで考えなくてもいいんじゃないのかな。実はめっちゃ考えるんですよ。いやね、それがいいんじゃない。うん、だって何も考えないでうえって始める人なんかいくらでもいる。素敵な先輩方を見るといつかやりたいとはずっとね思っているので。最後になるんですけれども、今後の展望っていうやつですね、どういうふうにダンサーとして生きていくのか、はたまたダンサーの子たちが育っていてほしいなって思うのかなど。いや、本当にダンサーの子たちが育っててくれるのが一番ですよ。もう本当にもう日々を元気にこの日々を続けていくことが大事です。あ、ダンスができてる環境っていうのがありがたいなっていうふうに、大事に大事にレッスン受けなきゃなっていうふうには感じたじゃないかなと思いますよね。そうね。だからまあその気持ちもだんだん忘れてしまうだろうし、ここで思い出せたらいいよね。だから思い出すのがやっぱきつい経験かもしれない。例えば頑張って練習したものがコロナのせいで本番できないとか、そういうこともやっぱりまだこれからあるかもしれないから、はいはいはい、まあ、そういうふうにこう一進一退をね繰り返しつつ、もう頼みは情熱だけだからね。そんなことをやるっていうのは。うん、のめり込んだ久継ぎ少女のように、うん、のめり込むとなんかいろんな人たちの出会いとかね、また世界が広がっていくかもしれないので、その時間もなかなかね、子供ができたらなかなか作りにくかったりするんで、そうできるうちに。あ、本当そう。その時の時間はその時にしかないので、本当にこう精一杯ね自分を愛してあげる時間に使ってもいいのかなと。子供たちの手が離れたらまたやればいいし、この指導は続けていくと。そうですね、いつまで続けられるか分かんないんだから頑張ります。先輩がそうやって頑張ってるんだ、私もじゃあ頑張ろう。頑張って、ほんとほんと頑張る。やってみる、教え。そんなに考えちゃう人あんまり見ないそうなんですか。偉いね。じゃあ来年には教えを始めるそうなので、皆さんもぜひどうぞ。おっとここで宣言されたよ。でもまあ本当に一歩一歩やっていこうと思ってますので、こんな私ですか。いや、でも多分それにも飲み込むよ。やりだしたら、うん、ダンスに一回こうだった性格なのか、なんか結構やりだすと何でも、まあ、子供ができた時もこうなっちゃったんですけど、うん、まあ、それで大変だったりもしたんですけど、多分、ね、教え始めたらまたこれですよ。いや、そうだと思う。うん、楽しみです。なんかそれで新しい出会いがあるなら、ね、はい、じゃあ始めたいと思います、はい、本日は久継ぎ先生にお越しいただきました。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、また飲みに行きたい。